どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王マスターデュエル診断解説動画ということで、12月の8日に実装が決定しました新パックの、収録テーマ、そして、内容について、ざっくりと解説をしていこうと思います。この動画の中の出てくる情報はちょっと確定ではないので、ちょっとマスターデュエルの新パックってなんか内容が全部わかるわけじゃないんですよね、あのお知らせで。なんで、確定ではないんですが、大体こんな感じという、内容をつかんでいただくね、そんな感じの動画になってますんで、ご了承いただければなというふうに思っております。早速、収録テーマの解説についてやっていきましょう。収録テーマその1、ルーン。ルーンというテーマなんですが、融合モンスター4種、永続魔法1種、ヒード魔法1種、速攻魔法8種というテーマになっていまして、この黄色い米印のあのマークがあるカードはちょっと今回のパックで実装されるかどうかわかんないような感じの、カードになってます。これなんでかっていうと、あの OCG の方でね、あの収録してあるパックがちょっと若干違うんですよ。なんで、ちょっと後から実装されるか今回実装されるかちょっとわかんないんですけれども、大体こんな感じのカード群が実装されるということになると思いますね。で、このデッキの特徴をね解説していきたいんですけども、速攻魔法がね、あの8種あって、この速攻魔法を駆使して戦っていくっていうテーマになっているんですけれども、これ例えばね、この破壊のルーンというカードを例に出して解説をしていきます。速攻魔法カードテキスト、このカード名のカードは一旦に1枚しか発動ができませんと。1番目、以下の効果から1つを選択して発動ができる。このカードの発動後、次のバトルフェーズをスキップしなければならないと。で、2つの効果の中から1つなんですけども、1つ目が相手のフィールドの魔法トラップカードを破壊して、その後相手のデッキの上からカードを4枚除外すると。で、2つ目がエクストラデッキからユルムモンスター1体をエクストラモンスターゾーンに特殊召喚できるというね、あのこの下の効果はね、あのエクストラデッキからルームモンスターを特殊召喚できるという効果は、共通効果、速攻魔法の共通効果になっていて、で、この上のね、あの効果が固有効果になってます。これの効果が魔法トラップ破壊するとか、モンスターをの効果を無効にするとか、特殊召喚したモンスター破壊するとかね、いろいろあるんですけども、勝ち筋は読んでいただいたら分かる通り、基本的にはデッキ破壊となりますね。成功率かなり高いです。今まで、ね、デッキ破壊といえば結構ロマン要素が高くて、そんな簡単に成功するようなギミックではなかったんですけれども、このルーンというテーマはその相手をいなしている結果としてデッキ破壊が行われるっていうテーマになっているんで、かなり成功しやすい。そもそもデッキ破壊できなくても効果が強いんですよ、非常に。だからおまけとしてデッキ破壊効果ついてるから、結果として相手のデッキが勝手に除外されて相手が勝手に積んでるみたいな感じのテーマになっております。で、速攻魔法を発動するとバトルができないんで、そのあんまりね、殴って勝つことはあんまないですね。一応やることはありますけど、速攻魔法を相手のターンに使っちゃうと、でも結局バトルができないから、大体デッキを破壊して勝つことが多いかなっていう感じですね。はい。で、速攻魔法共通効果で、さっき言ったように、エクストラデッキから融合を出すっていう効果と、固有効果を選んで発動していくという、そんな感じのね、テーマですね。で、強みは何なのかと、このテーマの。OCG の大会でも結構入賞報告がいくつか上がっているほどのテーマでございまして、前回のパックの500万倍ぐらい強いですかね。マスターデュエルだと、テーマ内速攻魔法を手札から発動することができるっていうのが特徴で、フィールド魔法のね、ヌーの泉っていうのがあるんですけども、それが発動されていると速攻魔法を手札から発動することができるようになると、テーマ内ので、その速攻魔法を発動するとルーンの泉の効果で、墓地の速攻魔法をデッキに戻しながら、戻した数だけドローができるっていう効果があるんですよ。だから圧倒的なるリソース回復能力とドロー力が備わっています。この効果によってなんか相手ターンなのに手札めっちゃ増えるっていうことが起きて、なんでその回復力とドロー力を使って引いてきた速攻魔法をバンバン打って、相手のデッキを枯らしながら相手の動きを止めていくと、そんな感じのテーマですね。相手のデッキを除外するっていう効果があるんで、とにかく詰ませることができると、相手のデッキの中に入っているであろうキーカードを除外する可能性も高まってきますんで、これで結構ね、相手のやりたいことがもう物理的にできなくなるっていうことが起きます。はい。で、弱点は何かっていうと、結局ですね、魔法カードを、いっぱい使うテーマになってますんで、魔法を無力化する系のカード、
まあ、魔封じの方向であるとかね、ああいう系のカード、まあ、王宮の直面はないから安心だけど、魔封じの方向は非常にちょっとあの厳しい、カードになってますね。で、手札誘発を大量にあの積むようなデッキじゃないんで、ルーン自体が。なんで、先行での眼性圧さにもちょっと弱いかなっていう。まあ、例えば今ので言うとこのアダマシアとかね、ああいう無効系のモンスターいっぱい並べますみたいなテーマだとちょっと辛いかなっていう、まあ、印象がありますね。はい。で、サンプルレシピなんですけども、ざっと作ってきました。まあ、こんな感じになるんじゃないかなと。まあ、墓地に、ルーンの速攻魔法を貯めて、泉で回収してドローを行っていくっていう基本的なテーマになってるんで、なんで、名推理とか、モンスターゲートとかっていった、あの、墓地を肥やす系のカードとは相性がいいと思います。まあ、ちょっと芝刈りまで入れると、あの、安定感としてね、あの、反動の安定感として、ちょっと若干不安視されるんですけども、まあ、門下、名推理あたりは非常に相性がいいので、まあ、この辺はちょっと、使ってみてたんですけども、まあ、大体こんな感じなんじゃないかなという気はしますね。モンスターは一応、デビューフランケンとか、白雪とか、アレースとか入ってますけども、それ以外にもね、結構相性がいい。永続トラップとかは相性がいいですね。相手の、動きを縛りつける、まあ、御前試合、群雄割拠、センサー万別、なんかいろいろあるんですけど、そういう系のトラップカードを使って相手の動きを抑制していくっていう動きも結構あるんじゃないかなと思いますね。収録テーマその2、ラビュリンス。このラビュリンスっていうテーマは、罠ビートと呼ばれているテーマでございまして、まあ、罠4種、フィード魔法が1種、速攻魔法が1種、モンスターが8となってるんですけれども、まあ、この黄色いね、米印はちょっと今回来るかどうかわかりません。で、このテーマ、どういうテーマかっていうと、特徴ね、まあ、カードをちょっと一連に出して、説明していくんですが、まずはウェルカムラビリンスっていうカード。これは通常トラップで、1人の効果はそれぞれ一旦に一度しか使用できないと。デッキからラビリンスモンスター一体特殊召喚して、その後、次のターンの終了時まで自分は悪魔族モンスターしか、デッキエクストラデッキから特殊召喚できないという、そういう制約がかかりますと。で、2番目、このカードが墓地で存在する状態で、自分の通常トラップカードの効果で、モンスターがフィールドが離れると、このカードを自分のフィールドにセットし直すことができますよと。で、この効果は墓地で行われたターンには発動できない。これ除外されませんので、一応何回でも2番目の効果を発動することができます。で、このカードの効果によって出してくるモンスターの、まあ、エースですね。これが姫と呼ばれる、この白金の城のラビルスっていうモンスター。ラビルスのテーマ自体が、姫が城にいて、トラップカードを使って相手をお出迎えするみたいな感じの、そういう、まあ、テーマ感になってまして、こいつは闇属性レベル8の、モンスター悪魔族で、このカード名の2、3の効果はそれで一旦に上昇しかできない。1番目、自分の通常トラップカードの発動に対し相手はモンスターの効果を発動することができないということで、トラップカードを発動した時に、まあ、バロネスとかサベージとか ああいう系の無効系のモンスターとかで無力化することはできませんと。でさらに2番目、自分の墓地の通常トラップカード1枚を対象にそのカードを自分のフィールドにセットし直すことができると。でこの効果でセットしたカードは、悪魔族がいないと発動できないんだけども、まあ、自分が悪魔族なので大体発動できます。でこのトラップカードをセットし直しっていう効果を使って、まあ、いろいろなトラップをセットして、使っていく感じになりますね、はい。で3番目、自分の通常罠カードの効果でモンスターがフィールドから離れた場合、手札フィールドのカードを選んで追加で破壊できると。で手札からはランダムなんですけども、これね、トラップカードで除去した後にもう1回破壊できるんで、通常トラップカードが2枚除去になるみたいな感じですね。だからまあドラゴンパンチメントとか使ったら、まあ、3枚ぐらいカード除去していくんで、かなり強いという感じですね。でまあテーマ感の特徴としては、まあ、闇属性悪魔族統一の罠ビートと呼ばれるテーマであると。で通常トラップでのモンスター展開とカードの除去を行っていくのが特徴で、勝ち筋は基本的には相手を罠で除去して上級で殴って勝っていくみたいなね、まあ、エルドリッチとかに近いですかね、まあ、イメージ的にはね、まあ、本質的な部分はちょっといろいろ違うかもしれないけど、まあ、イメージ的にはなんかエルドリッチみたいな感じです。で、ラビレンスのデッキは結構 OCG のね方の大会でも上位入賞報告がいくつかあるほどのテーマでございまして、これもさっき言ったように前回のパックの500億倍強いですテーマとしてね、はい。で、強みなんですけども、このテーマの、通常トラップとの相性がとにかく抜群なんですよ、まあ、例えば強制脱出装置であるとか、まあ、ドラゴンパニッシュメントであるとか、まあ、トラップカードで強い通常のカードっていっぱいあると思うんですけども、まあ、他にもね、バージェスト、まあ、ディノミスクスとかね、激流層とか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ああいうカードとはとても相性がいいです。で、さらに、トラップカードで相手を除去して、モンスターでアドを稼いでいくっていう、まあ、そういう感じのテーマあってんで、まあ、モンスター効果制圧とかには結構強いのかなと。トラップカードでね、相手の動きを抑制していくんで、まあ、
なかなかそのモンスター効果に頼っている現環境において、トラップビートは意外と結構ねエルドルチが強いですから、まあ結構強いんじゃないかなと思いますね。で、弱点はじゃあ逆に何かという話なんですが、まあね、トラップカードの無力化と魔法罠の除去、これに対してやっぱりちょっと弱いですね。まあ一応ね、自分のデッキの中に例えばまあなんだ、神戦とかああいう魔法トラップの破壊を無効にするようなカードを入れておけばいいんですけども、自分たちのテーマ内だけではちょっとそれは用意できないというところがありますんで、ちょっとその辺がまあ若干不安要素ではあるかなと、はい、思いますね。で、サンプルレシピざっと作ってきたんですけども、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思いますね。悪魔族闇属性で統一されてるんで、まあ、群雄割拠御前試合あたりは相性がいいんで、通常トラップじゃないですけど入れておいた方が強いと個人的には思います。で、通常トラップはまあ何でも好きなやつ入れていいんですけども、まあ強制脱出装置であるとか、まあ、ドラゴンパチメントであるとか、まあ、そういう系のカードはね、まあ、大体どのデッキでも刺さりますし、あとは、あれですね、天狼雪国とか、ああいうカードも結構強かったりしますね。で、エクストラデッキをあまり使いませんので、強力で金満な壺とか、金満で堅固な壺とかは相性がいいと、思います。はい。なんで、ドラゴンパチメントでヌトソ、これは結構、このデッキとしては、まあ、相手を除去する方法として、まあ、とても優秀かなといったところですね。収録テーマその3、捕食植物。これついにね、捕食が強化されるという噂ありましてですね、ついにね、アンブロメルデスが実装されます。めちゃくちゃ強いんですよ。闇属性のレベル5融合モンスターで、捕食植物モンスター ×2 という条件で作りますと。で、1、2の効果は一旦に一度しか使用できないんですけども、このカード融合召喚に成功したら自分のデッキか墓地のカードまたはエクストラデッキ表側表示の P モンスターの中から捕食植物モンスターかプレデター魔法トラップカードを手札に加えると。要するに今プレデターを加えられるってことですね、手札に。これめっちゃ強いです。はい。で、2番目の効果、相手フィールドの捕食カウンターが置かれたモンスターか自分のフィールドのモンスターをリリースすると捕食植物を出せると。ということで、まずね、レベル5なんで、まあ、そのインスタントフュージョンとかで出せるんですね、自身が。で、出しやすくて、とても手数になるんですよ。これ要はプレデターカード持ってこれるっていう効果があるんで、例えばオフリススコーピオとかね、ああいうモンスターにアクセスしやすかったりするんで、オフリスダーリングの動きができるんですよ。なんで、楽園融合とか、あと、超融合とか、まあ、融合系のカードだったら何でもサーチができます。基本的には、このカードを経由して、オフリスダーリングすれば。なんで、まあ、楽園とはね、とても相性がいいですね。で、さらに、相手のね、除去を2番の効果で行うこともできるんで、まあ、要は、初動にもなれるし、相手の除去もこなすことができるかもしれないっていうことで、まあ、弱いわけないですね、これに関しては。で、この融合モンスターをサポートしてくれる、まあ、課金モンスターもいくつか実装されると思うんですけども、まずは、プレタープランツ、ビブリスプっていうモンスター。これは、1位の効果あって、一旦にしか使用できないと。で、1番目、墓地を送られた場合に、デッキからビブリスプ以外の捕食植物を手札に加える。で、2番目、フィールドのモンスターに捕食カウンターが置かれると、このカード墓地から特殊ができるという効果になってるんですけども、これね、楽園融合を経由して落とせるんですね、墓地に。闇属性なんで。まあ、ルベリオンとか出していけばいいんですけど、これ、要は、ルベリオンとかのコストというか、融合素材にして墓地を送るだけで、捕食植物サーチできるんですよ。これももちろんね、範囲が広くて、例えば、まあ、サンデウキンジーであるとか、オフリススコーピオであるとか、まあ、ブフォリキュラー、今回、ちょっと後で説明しますけど、そういうモンスターにアクセスすることができると。で、要は、アドバンテージを稼ぐことができるんですよ。このカードを墓地送れば。これ結構強い。あちらに、どっからでもいいですよ、墓地送るのは。だから、ルベリオンとかのコストにしちゃってもいいですね。手札コストとかにしちゃっても。だから、まあ、手札コストのあるカード、開幕とか、楽園開幕とかね。ああいう系のカードともとても相性がいい。ですね。で、墓地からの蘇生効果も非常に優秀で、これ、結局、捕食植物って、フィールドの闇属性モンスターを融合素材にするモンスターが多いんですよ。トリフィオベルトムとか、まあ、スターベロムフュージョンドラゴンであるとか、まあ、そういうモンスターの融合素材になることもできるんで、これとても優秀ですね。で、ブフォリキュラっていう P モンスターも多分来ると思うんですけども、闇属性とレベル1、になってまして、ペンデラム効果とっても優秀です。このカード名の P 効果は一旦に持続しかできないと。で、自分のメインフェーズに自分の手札フィールドのから闇属性の融合モンスターによって決められた融合モンスターを墓地を送って融合召喚できる。まあ、要するに融合ですね、ペンデラム効果が。で、カードテキストは、こいつが融合召喚の素材になると、エクストラデッキに表側表示加わった場合か墓地を加えると、エクストラデッキからブフォリキュラ以外の表側表示の P モンスターを手札に加えるということで、これで、まあ、新しく、まあ、ちょっと今回やりませんが、ブフォリキュラと、
トリアンティスっていうモンスターがいて、まあ、その片割れを回収したりっていう動きがメインになってくるかなと。もうね、この P 効果で融合召喚できるっていうのがもうとにかく優秀で、手数になるんですよ、このモンスターが。手数になる。まあ、要は、普通の楽園デッキよりも、妨害貫通力が上がります。プレデタープランツ入ってると。今までのね、楽園融合デッキとかって、結構その楽園融合に占われて、あ、なんもできねえやっていうことあったと思うんですけども、今後もしかしたらね、デスピアパッチワーク型とかだと、パッチワークの枠、捕食植物にするとかあるかもしれませんね。捕食楽園はかなり強いんで、デッキとしては。しかも、このブホリキュラ自体が、さっき言ったようにビブルチペでのサーチが可能ですんで、召喚権を使わずに融合召喚の手数を増やすっていうことができるから、こうすると、結局、一ターンで融合3回くらいできるんですよ。楽園融合を打つ。で、アンブロメリデスで、サーチしたオフリスダーリングで融合サーチして打つ。で、ブホリキュラで、融合するみたいな。サンデーキンジ、楽園融合、ブホリキュラみたいな感じで、一ターンに3回くらいは融合できるんで、まあ、でけえモンスターが3体くらい並びます。はい。さすがに強いですね。で、サンプルレシピなんですけども、まあ、大体こんな感じかなと。ちょっとなんか、いらんカードは、排除していけばいいですけど、一旦全部入れました。できることを。まあ、こんな感じの構築にして、まあ、ちょっと僕は最初回してみようかなと思ってますね。収録テーマその4。天気。天気はですね、このフィールド魔法が、来ると世界が変わると言われてるんですけれども、これめちゃくちゃ強いんですよね。欲張り効果として 1,2,3 効果全部強いです。で、このカード名のカードは一旦に1枚しか届けないが、2,3 の効果はそれぞれ一旦に使用できないと。で、このカードの一番の発動の効果処理として、発動時の効果処理としてデッキから天気魔法トラップカードを、自分の魔法トラップゾーンに表側表示で置くと。で、2番目、自分が天気リンクモンスターをリンク召喚する場合、自分の魔法トラップゾーンの表側表示の天気カードを天気モンスターとしてリンクストアにできると。で、3番目、自分のメインフェーズに天気から、手札から天気を出せると。これね、天気の欲しかった効果全部ついてるんですね。はい。天気って、結局その、展開路がなかったところを3番目の、モンスターを出すっていう効果で、ケアというか、サポートしてくれて、で、リンクストアに魔法カードを使えるんですよ。魔法トラップカード、天気の。これね、スレッドとめっちゃ相性良くて、魔法トラップカードを素材にリンク召喚するっていう効果と、スレッドが場にいる時の、その、天気の魔法トラップが墓地を送られたら、もう一回魔法トラップを置き直すことができるっていう効果。これがとても相性良くて、要は、ただでリンク召喚してるみたいな感じなんですよね。魔法トラップカードを使ってリンク召喚して、その魔法トラップカードが戻ってくるんで、墓地から。なんで、ただリンク召喚っていうことができるんですよ。これめちゃくちゃ強いですね。はい。で、新しいリンクモンスターも追加されることに、多分なると思うんですけども、この月天気アルシエルっていうモンスターは天気モンスター3体で作れて、リンク3、2400闇属性ですね。で、このカードがリンク召喚に成功したら除外されている自分の天気モンスターを特殊召喚できるっていう1番目の効果、そして2番目の効果で、リンク先の天気モンスターは自分相手段にフリーチェーンで、自分を除外すると相手のフィールドのモンスターを除外することができるっていうスタンバイフェーズまでっていう効果と、3番目、リンク召喚したこのカードが破壊されたらエクストラデッキから二次天気アルシエルを特殊召喚できるっていう効果がありますと。これね、1枚の効果で、除外されてる自分の天気モンスターを特殊召喚できるんで、結構ね、リンク4まで伸ばしやすくなってます。なんで、アクセスコロトーカーであるとか、あとアポロウーサーであるとか、まあ、そういうね、リンク4のモンスター、強いモンスターを出しやすくなるかなということと、あとその2番目 の除外効果を付与できるんで、テーマで不足しがちなモンスターへの除去効果っていうのを補うことができるんですよ。これがめちゃくちゃ強いですね。はい。結構ね、天気ってね、雷の天気模様ぐらいでしか、モンスターに触る方法あんまないんですよね。まあ、二次天気アルシエルが無効効果持ってて、結構強いんですけども、まあ、出すのが結構難しかったんですよ、今までは。これを結構出しやすく、フィールド魔法でもなってますんで、結構天気強くなってくるんじゃないかなと。環境ワンチャンあるかみたいな。レベル、まあ、環境わかんないけど、そういうね、レベルで強くなるかなと思いますね。で、サンプルレシピなんですけども、まあ、大体こんな感じかなと。思いますね。天気デッキっていうのは天使族で統一されてるんで、まあ、群雄割拠とは結構相性がいいっていうのと、あとスキルドレインとめっちゃ相性良くて、除外して発動する効果が多いんで、あんまりね、スキルドレイン自分たちはそんなに、その、なんだろう、影響を受けないというか、いう感じなんですよ。で、さらに雷の天気模様っていう相手を手札にバングするっていうトラップカードがあるんで、これを使ってガメシールとかをね、再利用できるっていう。ガメシールを相手に送りつけて、雷の天気模様で戻すと、結局、相手を除去しただけで自分のガメシールは自分の手札に戻ってきますっていうね。
そういうね、あのチートみたいな声ができるんで、まあ、これをね入れて、まあ、怪獣天気みたいな感じで使うと結構強いんじゃないかなというふうに思っております。で、総評心拍どうなのかっていう話なんですけども、これね多分さすがに強いです。さすがに強い。はい、環境ワンチャン変わるんじゃねっていう、デュエルスカップ前ですけど環境変えてくる可能性あるんで、今回のパックはね。なので、まあ、ぜひね、今後の動画にもね注目していただければなというふうに思っております。新パックで実装された、まあテーマデッキは全部動画にしていく所存でございますんで、お楽しみに。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。